3月末まで弱点を潰そう。皆さんこんにちは、レックス人工師の根本です。ここでは3月まで弱点を潰そうというタイトルでレックの講座、いろんなものラインナップがありますので、それをご紹介していこうと思います。こういうお悩みはないでしょうか。3月までにここまでやっておきたい。期日でこういうお悩みはないでしょうか。こういったものに合わせてレックではいろんなインプット講座を用意しています。まず期日対策の方です。ひな型学習をしたいという方、その方には1日30分ひな型コンプリート講座、こちらをお勧めします。もう名前の通り1回の講義時間は30分です。そして30日あれば完成できます。1月からスタートして1ヶ月、そして2ヶ月3ヶ月と、そう繰り返すことによってだんだんひな型の力というのは上がってきます。またひな型学習だけなく論点学習も一気にやりたいと、そういう方にはこちら赤松式チーズ10分アストリ100台、こちらをお勧めします。講義時間は1日10分です。で、100台解くことによってひな型だけなく記述特有論点、これをもう網羅的に潰していきます。また解き方を学びたいという方、そちらには記述レベルアップ講座というのをご紹介します。こちらゼロベースの方に私が説明をしてきます。もともと初級講座の方で説明している内容です。勉強、記述の勉強をやっていることがないという方に、どうやって問題文を読んで、どういうところに注意して、どういうふうに書いていけばいいのかというのを伝授していきます。また記述過去問を潰したい、最後の最後は記述過去問というのはすごく重要になります。それを今のうちから潰しておこう、その方には森山講師のこの記述過去問分析講座、これをお勧めします。なかなかね、記述の過去問って解くだけになってしまうことが多いです。でも実際よく見るとこういう仕掛けがあったんだよとかいうところが多々あります。そして記述過去問は繰り返されます。ぜひこの講座で、ね、この過去問対策仕上げてください。では次は択一対策です。択一対策、もうまずはダブル A 論点、そういうところをしっかり潰したいよという方、その方には2ヶ月で制覇品質確保集中講座、こちらをお勧めします。こちらは1日15分、こちらスマホだけで受講できるようになってます。通勤中1日15分使ってみる、そして、終わった後には該当する書籍を解いていく、これで AA ランク、 A ランクが潰せるようになります。民訴三法、いわゆる7問分のものです。このあたりがどうも点が伸びていかないという方、その方には雲野先生の民訴法三法雲野のスマート攻略講座、こちらを、お勧めします。とにかく点が伸びる30個のテーマに限定して講義は60分と絞った上で、攻略していくのがこちらの講座になってます。いろんなものの暗記物があります。農地法の許可だとか書面だとか口頭だとか、そういったものを早め早めに抑えたいという方にはこちら私の講座ですが、単純暗記も何とかする講座、こちらをお勧めします。いろんな手法を使って頭に叩き込みます。会社法商等法改正対策できてますか。また一般法人等、そういうところまで手が回せますか。こちら森山講師の担当の携帯使用書籍でマイナー論点という講座があります。こちらの方で会社保証等法の近年の改正だけなく、こちらあまり手がね回ってないでもよく出るという論点、これを潰せます。最後にもうある科目だけが弱いんだとという方には、こちら夏から行われているインプット講座、こちらの科目別受講、これをお勧めします。実践力パワーアップ、パーフェクトローラー、卓越ターゲット、こちら
科目別にも受講できますので、これでその科目の得点源を上げるというのもありだと思います。いろんな講座があります。自分にどういうものが向いているのか、もしそれが、なかなかしっくりこないとわからない方は、ぜひお問い合わせをしてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。